大変でした。あ、来よか。大丈夫だ。夜になるなーって感じ。うっせぇシーグラス。ナトリ？ハナ、シーグラス持ってきてな。で、これを入れていけばスパンコール、うん、色ほら、いろいろ変えていけば。なるよ。はい、はい、じゃあ、はい、修正君も頑張れ、はい、お父さんが書く、いや、ぜひ見つけて、なんか10本目ぐらい投げてるので、まあ、そろそろ見つかってほしいなって、ね、はい、これで何回目ですか？今年9本目、10本目、9本目で、大体そのぐらいです。長いっす。なかなか当たらないもんね。長いっす。どっかついてほしいね、はい。もうそろそろ外国行ってんじゃないですか。もうあの外国に3週行ってんじゃないかな。はい、詰めだからな。お、うまい。いいじゃない。上手いた。あ、そう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 。オッケーオッケー。いいじゃん。はい。いいと思います。これを固める感じ。あ、かっこいい。すごい。何書いてるの？日本語。出来上がって感想を向けて聞かせてください。感想。はい、感想を聞かせてください。感想。よくできましたか？初めての体験。楽しかった。来年はもっと。瓶はどこに届いてほしいですか？瓶はどこに届いてほしいですか？鹿児島です。鹿児島？ロシア。ロシア。ロシア。はい。アミちゃんは？ヨーロッパ。お父さんどこに届いてほしいですか？カリフォルニア。お母さんはどうでしょうか？あのどこでもどこかにたどり着いてくれたらいいと思います。はい、これから楽しみですね。そうですね、はい、楽しみにしています。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あの出来上がって感想も聞かせてください。遠くに届くといいですね。はい、アメリカとかに届いてます。あ、いいですね。
遠くに届けばもうどこでもお母さん、どこに届けばいいですか？海外に、はい、ハワイこれから楽しみですね。はい、ありがとうございます。出来上がった感想も聞かせてください。感想聞かせてください。難しかった。どこに届けばいいでしょうか？外国に届けばいい。はい、ありがとうございます。出来上がった感想も聞かせてください。初めてしたけど楽しかったです。はい、まあ、できたんじゃないですか？はい、どこに届けばいいでしょうか？南極です。南極ですね。はい、めっちゃ遠いハワイです。ハワイですね。お父さんはどうでしょうか？もうハワイがいいです。ハワイがいいですか？お母さんはどうでしょうか？ハワイに届いてみる。ハワイに行きたいです。はい、これから楽しみですね。はい、はい、ありがとうございます。楽しかったです。外に出ましょう。お疲れ様です。海岸先生、出発地の方に向かいたいので、はい、準備をお願いします。記念の表現ですけれども、まあ、感想を聞かせてください。はい、当時のことも決まってちょっとお願いします。はい、はい、まあ、私たちが一期生ということで、はいはいはい、まあ、漂流瓶、まあ、縁があって、はい、用務員としてこの学校に勤務するようになって、はいはい、まあ、特に今日なんかは漂流瓶、はい、まあ、50回目という節目の年でもあります。はいはいはい、なんかこう私たちが一期生でやってきたことが、まあ、未だに50年間、はいはい、引き継がれてきてるということを思うと、はいはい、もうすごくこう、はい、感無量というかですね、はい、すごく今日も、はい、嬉しかったですね。はい、当時はどんなことでやったんでしょうか？たまたまですね、はい、私たちの今でも忘れませんけれども、はいはい、松山先生って、はい、私たちが6年生の時の担任の先生が、はい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 、そういう提案をされて、はい、それでまあ同級生36名いたんですけど、はいはい、その同級生みんなで漂流瓶を作って、はい、まあ、川に、はい、何も考えないでその時は、ただ、はい、うん、目標があるわけじゃなし、はいはい、まあ、流したという気持ちですね。はい、今回は50回記念ということで、はい、全長競技になったんですね。はい、はい、出来上げた感想も聞かせてください。日本作りました。皆さん、どこに届いたらいいですか？アメリカ。アメリカ、はい、いいですね。はい、ハワイ。フィリピン。フィリピンね。フィリピンとか、はい、北アメリカとか、はい、あわよくわかる。日本の裏側、はい、ブラジル。お父さんどうでしょうか？ブラジル、はい、お母さんどうですか？ハワイって。ハワイからハワイいいですか？またお返事が来たらいいなと思います。はい、これが楽しみですね。あの実家に。はい、ありがとうございます。はい、出来上がった感想も聞かせてください。どうですか？浜田さん懐かしめる時が難しかったけど、上手にできて嬉しかったです。はい、はい、クオリビンどこに届いたらいいでしょうか？アメリカです。アメリカですね。はい、まあ、自分たちの時からすると、はい、世界全国に、世界のところに、はい、どこにでも届いてほしいなと思って。はい、はい、お母さんどうでしょうか？無事にバレずに、なんかどこかに届いてほしいなって思います。これから楽しみですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、今回は50回記念ということで、はい、料理人だったんですけども、はい、感想も聞かせてください。はい、私たちが最初流した50年前は、はい、まあ、みんなの記憶がちょっと確かじゃないんですけど、はいはい、船で流したっていうのもあるし、はい、自分たちの記憶としては、はい、海岸から、はい、自分たちの力で投げて、はいはい、流したということもあったのかなと思うんですけど、はいはい、まだ自分たちも50何年も、はい、もう前なもんで、はい、ちょっと記憶が、はい、差し方です。はい、まあ、今回50回記念ということで、はい、まあ、当時の行事から安城小学校 の伝統行事になったですね。はいはい、これからも続いていったらいいですね。いいです、本当、はい、これはね、ずっと学校がある以上は続けていってほしいなと思います。はい、はい、ありがとうございます。行きます。イエイ。
見に行ってきて。1+1は船長さんへ。漂流瓶流しは今年で50回目になります。私は小学校生活で最後の漂流瓶を作りました。みんなで安城や種子島のことを調べたり手紙を書いたりしました。心のこもったプレゼントや一人一人の手紙も親子で作って入れました。私たちの瓶が遠く外国の海岸まで流れていくように安城小の伝統の漂流瓶を黒潮に乗せてください。私も一緒に船に乗って黒潮まで運びたいのですができないので、ここで船長さんに漂流瓶をお渡ししたいと思います。それでは気をつけて行ってください。よろしくお願いします。皆さんが思いを込めて作った漂流瓶が、一日でも早く、一人でも多くの人に、より遠くの人に届くように、日を改めてになりますが、校長先生、会長さんと一緒に、流していきたいと思います。今日は残念ですが、今度また天気のいい日に、海の状況がいい日に行きます。首を長くして待っていてください。以上です。